カナイマサオカナイマサオ2月14日から1979年10月4日は日本の政治家、裁判官、弁護士、衆議院議員、和歌山県知事、旧名、東欧。鹿児島県においてカナイ統設の逸尾として生まれる。1915年にマサオと改名。1919年、京都帝国大学法学部英法科を卒業。 司法監視法となり、以後、予備判事、大阪地方裁判所兼大阪区裁判所判事を、歴任。また、関西大島軍人会を創立し会長となる。1923年から12年間にわたり、関西大学講師として勤めた。1928年、判事を退官し、弁護士となる。1932年2月、第18回衆議院議員総選挙に、 鹿児島県第3区から立憲声優会の所属で出馬して当選。その後、第21回総選挙まで連続4回の当選を果たした。1934年に東京で弁護士を開業。第一次、この絵内閣の鉄道参与官、国際観光委員、司法省委員、大政翼さん会長裁員などを歴任。1946年1月。 和歌山県知事に就任するが、第21回総選挙で、大政翼3回推薦候補であったため、同年6月に公職追放となり、知事を辞任した。追放解除後の1954年、天見諸島復帰による衆議院議員補欠選挙に、天見軍党選挙区から立候補したが落選した。翌年の第27回衆議院議員総選挙に、 同選挙区から日本民主党公認で再び立候補したが落選した。ありがとうございます。